武田選手、最後にいいですか。はい。1500のラストスパートは何メートルからかけてますか。あ、そうですね。もう多分これすごく特殊だと思うんですけど、僕はラストスパートを150メートルからかけるっていうのを、まあ、基本的に400メートルも800メートルも1500メートルも共通してラスト150メートルのスパートかけてます。400で150とかもう半分じゃん。そうなんですよ。だからやっぱり400、はい、400でもやっぱり最初の250を2でやったとしても、やっぱりそのラストの150のキックだったりとかドルフィンキックとかで帳尻合わせて、やっぱりベストも3分49まで持っていけてるっていう現実もありますし、うん、はい、早いよね。やっぱなんかそういう結果自分で出してて、やっぱ2ビートってまだ可能性あんのかなっていうのは思いますね。ぜひ2ビートを極めて、はい、もう東京オリンピックでは金メダルをお願いします。そうですね、はい、東京オリンピックはやっぱり2ビートで活躍するんで、はい、うん、ぜひぜひまたその時は皆さんに、うん、まあでもこういうなんか解説してもらって、はい、武田くんの話とか、まあ、それに関連する皆さんの話聞いてると、やっぱいろんなその動きがあっていいんだなと思いますよね、うん、やっぱその一つの、まあ、これっていう型にはまった技術に固執することなく、うん、やっぱ自分のその体に合った柔軟な技術の変化っていうのをやっていくのはすごい大事だなって今日話してて思いましたね。なのでぜひ極めてください、武田くん。はい、まあ、これを機に誰かが2ビート始めてくれたら嬉しいです、うん、僕も。そうだね。はい、まあ合わなかったら戻せばいいしね。そうですね、合わなかったらもうみんな普通に6に戻してください、うん、あ、じゃあ最後に責任取れなくて、最後にさ、その翔吾がさ、その2ビートに、はい、を極める上で、早くする上で、なんか、その、いいトレーニングの方法とかってある？ああ、そうですね。まあ、やっぱりその、2ビートって、その、やっぱ、最初難しいのがタイミングの取り方だったりとか、キックの打ち方わからないっていうのがあると思うんですけど、うん、まあ、そういう時は、やっぱりその、V を挟んでスイムをしてみるっていうのが、うん、その、僕、結構調整に使ったりするんですけど、うん、まあ、V を挟んだ状態で、その、膝下、うん、を、まあ、V を挟めば腰が沈むことはないんで、うん、その状態で膝下でタイミングを取っていくっていうのが、僕はすごくその2ビートやる上でいいトレーニングかなって思います。わ、うん、かりました。他はない？一つで大丈夫？他はそうですね。あとは、まあ、キックはドルフィンで、上半身はフリーみたいな、まあ、ドルフィンフリーみたいな、うん、まあ、名前合ってるかわかんないですけど、うん、まあ、ちょっとそういった感じでそのキックのテンポ、タイミングを取るっていう意味で、うん、ドルフィンフリーっていうのは僕もやってます。それはやっぱワンストロークワンキック、ワンストロークワンキックですね、うん、じゃあその2ビートに似せて打つって感じか。はい、タイミングとかも。そうですね、まあ、やっぱ僕の2ビート自体がやっぱそのドルフィンに近いような感じっていうのもあるんで、うん、そうだね。なんか質問でも、はい、質問のとこでもドルフィンキックのようなキックを武田選手が打ってますねっていうコメントもあったんで、うん、はい、そうですよね、まあ、まさにそんな感じで、うん、まあ、そういったイメージっていうのもある。うん、じゃあキックはあれだね、足の付け根からムチ打つように動かすっていうのが大事になってくるのかな、うん、はい、それは大事だと思います。うん。